いっそ二人でここで暮らそうか。ね、リヴァイ。今のは、まさか、エレンが世界を。リヴァイ！の、獣の、クソ野郎は、どこだ？起きなくていい。ジークはイエーガー派とシガンシナクへ向かった。それから半日ほど経ってる。一体何があったの？ヘマをした奴に死を選ぶ覚悟があることを見抜けずにまた逃がした。無念でならないだろう。でも今はこのまま逃げ隠れて何が残る？なんだよ、私の独り言を聞こえていたのか。何を作ってやがる。あれで俺を馬で引こうってか。蚊帳の外でお前がおとなしくできるはずがねえ。ああ、そうなんだよ。